はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第12章ですね、やっていきたいと思います。ま、戦闘に入る前にいつもの通りドーピングをしていきましょう。ドーピングを主人公一応ヒットポイントは上げといて、一応まあ持たせたっちゃ持たせたんですよね。リーゼもヒットポイントと守備上げて、アクアもヒットポイントと守備上げて、こんなもんかな。とりあえず死にそうなキャラはヒットポイント上げとくのは重要ですからね。まあ割と金はかかってるけど、12章なんだこりゃなんとかの企みみたいな。ノートルディアを制圧し虹の賢者から力を得たミカミックスたちは休養のため、マカラス宮殿へと向かう。だがそこは白夜兵と思いかけぬ人物が待ち受けていた。誰だ。まあどうせ白夜の兄弟の中の一人なんだろう。意外に漢字が読めないっていう。ガロン王様、ご報告です。ノートルディア公国に向かったミカミックス様が立派に任意を果たされたようです。虹の賢者の件に関しても直接手は下されませんでしたが滞りなく。やつは死んだか。ミカミックスよ、またしてもわしの任意を果たすとはな。ふふ、ははは。ガロン王様こいつはもう完全におかしいな。笑いすぎだろ。お、一体いかがされ。マクベス、見たな、見てはいけないものを。はい、やれ。命令だ。ミカミックスを苦しませよ。ただし殺してはならぬ、決してな。それはどういう。よいか。わしにとっては白夜を支配することこそ最も重要。それに比べればミカミックスなど些細なことに過ぎない。だがあの時ハイドラ神は望まれたのだ。ミカミックスの魂、そして血肉を。家畜は小やらせてから食すもの、今は死なせてはならぬ。ミカミックスがわしに従うというのなら試してやろうではないか。あやつが戦いたくない相手と戦わせ、殺したくない相手を殺させてやろう。苦しみでやつの血を肥やし最高の煮えに仕立てるためにな。ガロン王様、承知しました。ではこのような策など。どんな策だ。てかマクベス何やってんのこいつ。あんまり活躍してる感じはしないんだけど、ただチクってるだけじゃん、やってることといえば。ようやくここまで戻ってきたな。王城までまだ随分あるが、もう少し頑張ろう。さすがに疲れちゃったね。早くお城でゆっくり休みたいな。そうだな。すまん、エリーゼにもかなり無理をさせてしまったな。だがあと数日もすれば王城に着く。それまでの辛抱だ。私頑張るね。こいつらに普通に歩いて旅してんの。馬とかは。めっちゃ疲れてんじゃん。お前馬乗ってなかったっけエリーゼ。そもそも。お、なんだ、目の前が回ってぶっ倒れてる。エリーゼ、これは匠病じゃないか。もしや白夜であった。病気の名前は忘れたけど。エリーゼどうしたんだ。エリーゼすごい熱だ。まさか。めまいと熱、腕には発疹。まさかこの症状は。心当たりがあるのか。ええ。おそらくエリーゼは島国特有の風土病にかかっているわ。ノートルディア公国で感染したものだと思うけれど、この病気は進行が早くて放っておくと死に至る危険もある恐ろしいものよ。白夜王国の薬草を用いた魔法薬があればすぐに治るけど、でもアンヤ王国にその薬が存在するかどうか。そんな。おい、ミカビックス、マクベスから伝令があったぞ。なんだって。こんな時に。まさかまた父上からの命令か何かか。ああ、ノートルディア公国で手柄を挙げた褒美に王の別邸にある
マカラスにて休息を取るようにとのお達しだ。休息を？そうか、また誰かを殺せなどという無茶な任務かと思ったが違うようだな。エリーゼがこんな状態だ。ありがたく王命に従わせてもらおう。ん？エリーゼ様がどうかなさったのか。ああ、ノートルディアで風土病にかかってしまったようだ。アクアの見立てによると治すには特殊な魔法薬が必要らしいんだが、薬なら今から行くマカラスの宮殿内にあると思うぞ。本当か？マカラス宮殿には王国一の医師が常駐していて、この世界の全ての薬剤が貯蔵されているんだ。そこにならきっと風土病に効く薬もあるんじゃないか。そう、薬の種類なら私がわかるわ。早くその宮殿に向かいましょう。わかった。みんな急いでマカラス宮殿に向かうぞ。エリーゼは誰が担いでくんだ。ここがマカラス宮殿か。なんだ、宮殿の奥から誰か。あれは白夜王国の兵。それに待っていたぞミガミックス兄さん。会うのはあの国境で別れて以来か。ずいぶん久しいな。今ではすっかり暗夜王国の先祖が板に戦士が板についているように見受けるぞ。まさか。どうして白夜王国の兵がここにいる。俺たちがマカラスにいることがどうして分かったんだ。それに答える必要はないだろう。経緯はどうであれ、こうして出会ってしまった以上は剣を交えるほかない。すまん兄さん、今は見逃してくれ。妹がエリーゼが病気にかかって一刻も早く薬が必要なんだ。ほう、アンヤの王女が病気なのか。では交換条件だ。お前が白夜王国に戻るというのなら俺は今ここで兵を引こう。白夜王国に？いや、それはできない。俺にはこちらの国でやるべきことがあるんだ。そうか、ならばやはり戦うしかないようだな。さあ刀を抜けミカミックス、その陣頭で力を示してみせろ。兄さん。やめてくれ。確かに俺は暗夜王国側についた。だがこうして白夜王国と争い合うことを望んでいるわけではないんだ。綺麗事を。お前はそうでもガロン王は違うだろう。暗夜王国のやり方を知らぬお前に何がわかる。兄さん、力ずくでもお前を白夜王国に連れ帰る。今日こそは一歩も引かぬ。白夜王国第一王子の刀受けてみよう。でやっ、いや俺ヤトの神使ってないんだけど。流石しか使ってないよ。お、これは殺しちゃうの。これはレオンじゃないか。今のは刀には魔法だ。全然違った。レオンじゃねえし。なんだっけ、こいつラズワルドとか言うんだっけ。こいつピエリ。なんだ。よかった、よかった、間に合ったみたいだね。無事で何よりだよミカミックス様。危なかったの。でもちゃんと助けたのよ。お前たちは。僕はラズワルド。主君であるマークス様から命を受けてミカミックス様に加勢しに来たんだ。ピエリはピエリっていうの。マークス様、ミカミックス様のことをとっても心配してたのよ。でも任務で忙しくて来れないから進化のピエリたちが代わりに来たの。マークス兄さんの。そうだったのか、助かったぞ。レオンかと思ったら違ったよ。なるほどな。道理で俺の刀を止められるわけだ。あの男の進化なら相当の手だれ者たちだと見受ける。だが俺の進化たちも相当に手強いぞ。アンヤのものを簡単に勝たせません。全軍戦闘準備。一般兵じゃん、一般兵。所詮は兄さん。待て、話を聞いてくれ兄さん。諦めた方がいいのミカミックス様。向こうはもう戦う気満々なのよ。そんな顔しないでミカミックス様。こういう時は嘘でも笑ってた方が元気になれるんだよ。ほらほら、こうほっぺたを上げて。すまん、今はとても笑うことはできない。早くエリーゼに薬を持って行ってやらないといけないのに。エリーゼ様に何があったってこと。ああ、事態は一刻を争うんだ。じゃあ早くあいつらを殺してエリーゼ様を助けるの。敵はみんな見事な肉塊にしてやるのよ。いや、やる気があるのはありがたいんだが、できれば無駄な犠牲は出さないでくれ。はい、ご命令ならその通りに。犠牲を出さずに済むのならそれが一番ですよね。
さないなんてつまんないの。でもピエリもなるべく頑張ってあげるのよ。ありがとう。よろしく頼む。龍馬兄さん、あなたとは戦いたくなかった。だが俺はやはり白夜に戻るわけにはいかないんだ。って勝てんのか龍馬に今の戦力で。ちょっと人が多く、あ、エリゼ出れねえんだ。マジかよ、ヒットポイントと守備開けたのに意味ねえじゃねえかよ。文句言っても仕方がない。ベルかドラゴンナイト出れないか。その代わりまあカミラがいるからな。鈴風か、鈴風どうしようかな。手裏剣弱いんだよね、なんだかんだで。ニュックスを代わりに出すか、ハロルドを代わりに出すか。斧役が一人もいないからな。ハロルド出しとくか。あ、でもカミラも斧使えるのか。鈴風はちょっといいかな。ハロルドにしよう今回。 OK。 地形、両役を壊すと周囲2マスの全ユニットは以下のどれか1種類の効果を受けます。ヒットポイント 30% 回復、1種類の能力値プラス4、でかい。2種類の能力値プラス2、それすっげえな。地形、劇薬を壊すと周囲2マスの全ユニットは以下のどれか1種類の効果を受けます。 30% ダメージか、能力マイナス5、ターン回復、移動力0、回避20、マイナス、魔法杖が使えなくなる、最大ヒットポイントが半減、ショーの間、これ危険だな。16ターン以内に主人公突破か敵将撃破、マジか。ターン制限ありか。これね、ターン制限つけられると町主体の戦法としてはかなりきついな。これ何、これ良薬か、劇薬、劇薬。とりあえずこれをぶっ壊そう。なんかあんまり、ちょっとこいつでいっか。壊す、間違えないようにしないとな。ほい。あ、そっか、周囲2マスのやつだから。主人公とりあえず突出させて大丈夫だろう。敵もこれ壺壊してくんのかな。こうやってガードかけて、こいつはここら辺にいて、マーシナリーかこいつ、ラズワルド。こいつ弓兵だからな。マーシナリーってつまり何？こいつもマーシナリーだし、かぶってんな。これはどうしよう。戦力を真ん中に集中させた方がいいのかな。あんまりな、壺を壊しながらって感じでもないしな。あ、回復やっぱいねんじゃねえか、マシや。来たー、狙ってきたー、鋼の手裏剣。しかない。無駄、よし、壊した、すげえ。お、これはちょうどいけんじゃないか。あ、森じゃなくて林もいけるんだ。ちょっと林で、これ何、劇薬、良薬。敵もこれ効果あんのかな。こいつで、67% かよ。まあいいや。あ、当たれ、外れたかよ、外れ。まあこれで倒せれば、うお、外れた。 67% が2回外れた。これは痛いな。カミラ姉さんで、こいつを攻撃しよう。手裏剣だから狙ってくるか。まあいいか。くらえ、気をつけろ。サンダー、よし、あるとっても嬉しいわ。お、ようやく2レベルだな、これ。さすがに上級職だからレベルの上がりが遅い。魔力意外に低いんだな、あいつ。カミラ姉様をもう一回再度かけよう。ようやく7レベルかよ。モズメ、モズメでもなんだかんだで9レベルか。戦闘には参加できるからな。こっから、騎士の誓いだ。くらえ、終わってないぞ。
来んのを待ってよ。戦力を集中させた方が良さそうだからな。こいつ何ないと、ソシアルないとか。結構みんな被ってんな、職業。アーファーナイトは被ってないけど、機動力が少なすぎる。クサイターも全然機動力がない。うおー、狙われたか。はいだー。主人公はこのままガンガン攻め、これ何、階段？どこに行くの、この階段。右に出るのか。ここら辺に出るとかないよな。フリーズ持ってんじゃん、フリーズ。そうだし、こいつ倒せんの？超強い。結成レベル3、ヒットポイント34とか、かなり異常なんだけど。これは何、病薬か。あいつの射程内に入ってんな。できればモズメあたりで倒したいけど、こいつもこれ邪魔だな。劇薬、これ病薬か。最近手槍の命中率が低い。おら、ドハク、よかった。ゼロのヒットポイントが減ってるから、こいつは壊す。そっかそっかそっか、壊しとこう。療薬回復で、モズメをここに置いて 100% なら大丈夫でしょう。僕が力になるの。そうだ、いい塩梅やな。レベル上がれ。上がらなかった。あとはこいつ一応守備力高いけど、主人公じゃなくてメイドちゃんこっちに置くか。さてどうする、ここら辺のやつらの。一応攻撃射程内には入ってないな。これ何、劇薬か。まあいっか、とりあえず主人公あたりを、おっとっと、劇薬こんなとこで壊したら話にならん。やってこないね。療薬か。こいつ何が上がってるんだろう。とりあえずエルフィーあたりでぶっ壊して、何かが上がったな、あいつの。流石 89%。 これもな、能力下げられるからな。どうしようかな。みんなのレベルを見つつ、射程2のペルシアリーフか。くらえ。なんかいろいろと上がったな。この2人は意外に有効度が高いからな。壺は残しとくか。やっぱりちょっと突破を最優先事項にしていくべきか。カメラ姉さん少し前線に出しとこう。弓兵いる？そういえば。あ、危険マークないから大丈夫だよな。まずはゼロ意外に使えるからな。よし、これ行こう。お、なんだ、何か使ってきたぞ。ここ狙えんの？壁際とかねえだろ。なんで壁がなくなってんだよ。いでーよー、マジかよ。ゲッ、再造じゃねえか。龍馬様の進化、爆炎使いの再造マイル。いやー、マジかよ。しかも相手あれじゃん、なんていうの、名前忘れちゃった。こいつカゲロウだ。いやー、あれ、流脈ある。地震を起こし壺をすべて割る。壺すべてってここら辺、あ、全部流脈だ。こいつも使えるんだよね、流脈。いやー、こいつちょっと攻撃しときてえな。サイズを倒しときたい。減るか、減るか。だがしょうがない、ちょっとこいつ強いんで。いいカミックス、
またこうして戦うのも何かの縁。あの時は邪魔が入ったが、今日は正々堂々決着をつけさせてもらおう。望むところだ。変身くらえ。わあ、ガードが発動してんな。ガードが、どうしようかな。あそこに弓兵がいるな。いいや、ちょっと壺邪魔だから一回壊しちゃおう。龍脈でパリーンと。もうどうなったんだか知らん。回復した感じかな。でそうするとこいつを神を歌わせて、でこれね、ガードが入ってるから倒せないんだよね。ピーンと。でフェリシアじゃなくてゼロでいくか。よし、これでいこう。まったく、行きますよ。未熟だったか。今日は負けを認めてやる。だが次こそは。カゲロウ逃げてったけどね。まだ微妙だな、上がり方が。お、爆炎手裏剣で、こいつはちょっと回復したいから。ってか、アクア死んだら嫌だしな。ソシアルナイトは一応こっから攻撃ができるから1残るのかよ。うおー、外したー。これどんくらい、うわ死ぬ、マジやばい、かなり危険だ。どうしよう。あ、これあれだ、劇薬が割れたから。ハロルドはどうだ。うわすげえな、マジか。こいつ大丈夫か。防刃組ませるか。救出やばい、これ多分悪は殺されんな。考えなくては。考えろ、考えても何にも浮かばん。こいつここに置いて一旦終了。うおー、なんだ、何かを使ってきた。フリーズか、あれ。あれ、あっち行っちゃった。14、残る。龍馬様にあだなす輩は、このカゲロウが始末する。大丈夫。痛い痛い痛い。早く。いたたたたたた、次勝ったら確実に死ぬ。無駄。こいつ意外に防御力高いな。お、来た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 、いろんなところから来たよ。16ターン以内って言うかな、今6ターンか。下に書いてある。こいつなんでこっちに逃げたんだ。とりあえずカゲロウだな、邪魔なのは。マジで流石で攻撃をしよう。カゲロウ水産いたした。喋ってきた。龍馬様の命により、あなたを白夜王国に連れ帰る。それはお断りだ。たとえお前が力ずくで引っ張っていこうと、最後まであがいて諦めさせてみせるさ。なかなか言うではないか。だが私を見くわらぬ方がいいぞ。神が完全に動けないのか、フリーズ食らうと。いた。じゃあちょゼロもな、あんまり前線に出したくないかんな。こいつで回復して、で歌わせて。エリーゼが出れないのが痛いな。回復役がこいつしかいない。しかも全回復しねえし。でアクスファイターで倒そう。
80%。 当たってくれよ、楽しませてくれよ、くらえ。よーし、龍馬様すみません、ミカミックス様の奪還し損じました。でアーマーナイト系をちょっとアクアを守んなくては。スシアルナイトでこいつを囲んで、こいつここら辺に行くか、モブで少し後ろから行って、こいつらまだ動けないのどういうことよ。うわー、狙ってくるね完全に。そうか、あいつ回復しに行ったのか多分。結構食らうな。あいた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 、弱い。アクアが猛烈に弱い。こいつもようやく11レベルか。おお、6食らうか。カメラがね動けないのがかなりきつい。一応ここで一回待ってた方がいいのか。そうするとある程度のターンまでは。こいつ12、19、カミラは相変わらず動けないから平和のな命中率とサポートの命中率が低すぎる。よし、ナイスだ。君こそ英雄だ。これで10レベル、魔力ゼロ、うん、大振り。いやいや、大振りとか絶対命中率下がるでしょ。なんかそんな感じでしょ。杖でエルフィーを回復させて、でこいつ歌ってフェリシアでまた回復させてレベルアップ。オッケー、幻。意外にフェリシア強えな。ラズワルド全然役に立ってないな。一応ソシアルナイトとしてここら辺に行くか。でも貫通してね、弓兵攻撃してくんだよね。普通にこいつで倒すか。負けたりしない。いい相手だった。主人公どうしようかな。とりあえず一旦こっちに少しでもヒットポイントを回復させよう。次8ターン目か。なんかを食らったよ。来たな。これはちょっと左右に散るべきだな。よし、これでちょっとずつちょっとずつ回復していこう。とりあえずカミラが動けるようになったから手裏剣やろうか。こいつらは、いやー、このあそこ超危険だな。これマジ開いとこう。こいつが危険だ。ダメだ、先に主人公たちを先行させるか。レベルアップ、魔力アップで、アーマーないとどうしようかな。こっち行くか。くらえ、やったわ。オーケーオーケー、結構活躍してんなこいつ。さあさあさあ、そしてこっち側はサイラスでいくか。サイラス命中率がなんか低いな。なんでだ。効かんよその程度ではな。13レベル、おお、いっぱい上がった。
で、モズミをな、前線に出すの結構危険そうだけどな。倒せるか。一応倒せるな。109と6両方当たれば倒せる感じか。当たれ、よーし、ナイス。これでモズミも10レベルだ。3個が下克上で、サイラスを復活させよう。これでこいつを剣にしよう。剣に、あれ、あ、でも剣の方が命中率は高いな。一緒に行くで。あたいも、うー、1くらった。あとフェリシアでこいつを狙ってぶっ倒すと。右はこれで片付いたな。敏腕メイドですから。ナイスだ、敏腕メイド。あとこの忍びをな、どうしようかな。アックスファイターハロルドで一応倒せるな。テオノと鉄の斧だったら鉄の斧が動く。燃えたりしない。お、これだ。必殺くらえ。勝利のポーズ。いいね。こいつどこまで行くんだっけ。今危険だ。もうかなりの危険マークだな。ラズワルトとゼロをこっちに置いとくか。これでいいかな。もう8ターンか。ちょっくらやばい気もするけど。大変です。たたたたたた。お、これはちょうど倒せんじゃん。ちょうど倒したクリティカルが出て、なかなか珍しい傾向だな。来るか。こいつなんだ。なんか商人みたいな格好してんな。ヒットポイントめっちゃ低いな。ただ。うわ、やばい。やばいやばい。さあ行くぜ。出て出て出て。おお、やばい、死ぬ。これはマジ危険だ。ヒテヒテヒテ。サイラスが、宇治のサイラスがやられる。とりあえずこいつをぶっ倒す。変身かかってきた。まえ、ね、この野郎。すまない。で、あとは、手斧でいけるかな。倒せるよね、これ。80と100。俺は本気だ。当たれば倒せるー。よーし、私の出番が。お、なんか鍵手に入れた。扉ってどこ。ここ、ここか。あとこいつがマジ超危険だ。回復回復。春一回じゃ回復しねえな。もう一回だな、そうすると。で、春と回復させて、とりあえずサイラスこれで大丈夫だな。で、こいつ射程1でいけば倒せる。ヒットポイントがだいぶ減ってるから楽だな。多分ヒットポイント半分になってる系だから、こいつは全然ダメだ。ラズワルドもな、微妙だな。あ、そうか、こいつあれか。一回ここで減らして17残るから、ラズワルドを投入するか。13か。ヒットポイント27、だいぶあるな。で、13だろ。13で、こいつで殺せるんじゃないか。10と6、問題ないな。 OK。 ありがとう。こいつなんだ一体。何にもねえな、もう。アーマーナイトを少し前線に出しつつ、こいつどうしようかな。宝箱欲しいな。ここから行けるよね、ここから。この隙間から。ターン間に合うか。取れないんじゃないか、宝箱全部。このままだと。
まあそうだろうな。なんだ。うわー、増援が来たのかよ。とりあえず主人公突破させるか。あいつ超危険だな。どうする、本当に。カメラ姉さん、とりあえずこいつらの射程を、まあ自分が入ってるけどしょうがねえな。これは攻撃しよう。ミコさん悪いけど。お腹空いちゃった。ソシアルナイトをどうするかな。動けない。なんてことだ。こいつこうだな。カメラ姉さんここに置いて、アクアはこっちの方。最後これ宝箱取れねえな。宝箱開け要員がいない。こういう布陣でいいかな。いけるか。まあただその程度の攻撃。あいたたたたたた、ちょっとあれうざいよ。そう、増援がどんどん近づいてくる。今10ターン目、あと6ターンか。あいつはね多分倒せないな。なんでおとなしくしとこう。こいつを倒す。そうだね、 OKOK。で、自分も意外に減ってるから回復はさせたいよな。だいぶ春祭り使ったな。で、硬いナイト一族でちょっと一旦ここは防衛線を張ろう。アクアをここに入れて、一応カミラは結構動けるだろう。モズメのラズワルドのハロルドとゼロが動けないのがかなり痛いな。動けなくなった。来た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 。こいつらが来る前に突破しないと。よしよしよし、周囲回復で、主人公でこいつの射程いくつ。大丈夫だよな、動かないよね、これ。動かない。 OKOK。だからこいつとりあえずぶっ倒して、倒せねえし、こいつぶっ倒してだな。やっぱり攻撃開始。そうだ、 OK。 無駄無駄無駄、その程度の攻撃で、できればハロルドで倒そう。 57% 入って異常な命中率の低さなんだけど。これハルルド経験値上がんない？かわされたけど。おお、おっとおっと、助かる。幸運、幸運2とか。おお、小立ちで、こいつ射程2から攻撃したいな、できれば。こっから手槍を投げて、あとはこいつをここに出るか。大丈夫だ。オッケー。ランツウェルド意外にかっこいいな。恥ずかしいよ。そしてシャイだ、シャイボール。でこいつを一旦回復させつつ、サイドをかけて宝箱をゲットしに行く。ガチャ。アーマーキラー、アーマーキラーのやついる？いなくね。いや龍馬はね無理だよこれ多分。いや全然減らねえわ。
あ、すげえ減るわ。倒せっかもしんねえ。ただこっちの犠牲もちょっと覚悟しないといけないかもしんないから、今確か12、3ターン目だよな。こいつここが危険領域だから、うわー動けなくなっちゃったよ。こいつらが近づいてくる前に右の宝箱、今13ターン目か。ちょっとラズワルド一旦どけよう。こいつらドローとか持ってんな。ドローってあれだろ、なんか引き寄せるみたいな、そんなやつでしょ確か。最悪殺される恐れがあるな。その場合は早急にこいつを倒す。なんでまずはこいつをここに置いてアクアで回復させて、まあ、ついでにレベルアップ。ようやく8か。で宝箱回収してガチャ、お金が、よし。で主人公でどれだけ当たるか。魔法で16か、残り16。でも全然食らわないな、これいけんじゃね。これが当たってくれれば。すまん龍馬兄さん、あなたと一緒に白夜王国に帰ることはできないんだ。こうなってしまった以上、俺はあなたを倒して妹を守る。妹か、お前にとっての妹は暗夜王国にいるというわけだな。そうだ、できれば俺もお前とそんな風に兄弟として過ごしたかった。だが今からでも遅くはない。この勝負に勝ち、お前を白夜に連れ帰る。いざ尋常に勝負。なんでこいつこんな人気者なの。よし、すげえすげえ。全然食らわないんだけど。ここでなおかつカミラ姉さんを援護入れつつ、死なないよね、絶対死なない。ミカミックスを渡せ、さもなくは切る。何も反応しないんだ。これはいけんじゃないか。誰出そうかな。そうするとダークマン中1レベル、ソシアルナイト、モズメで行きたいけどな、無理だよな。射程にあるやつで行かないといけないから、アーマーナイトちゃんちょっと活躍させるか。そうすると今日の MVP だなこれ。死ぬ。マジで死ぬ。敵将討ち取ったり。無念。オッケー、またしても敗北するとはな。ここは潔く引くべきか。おお、そこそこ経験値意外に少なかったな。レベル1分くらいはあるかなと思ったけど。秘伝の書手に出たぞ。敵は残ってるけど包囲を突破されたか。やむを得ぬ。みな引け、暗夜の増援が来るまでにこの地を離れる。とりあえず龍馬兄さん退けたぞ。白夜王国の兵は撤退したみたいだな。早速薬を取りに行くとしよう。もう少しの辛抱だぞエリーゼ。こう見ると別に普通なんだけど。ありがとう。ほんとよかったよ、ミカミックスお兄ちゃんが白夜王国に戻らなくて。おお、ぶっ倒れた。まずいわ、急いで薬を取ってくるから。それまで頑張るのよエリーゼ。とりあえず安静だな。これでもう安心だと思うわ。あとはこのまましばらく安静にしていれば。ありがとう、お前が薬を見立ててくれたおかげだ。しばらくここでゆっくり休んでいくことにしよう。そうね、それがいいと思うわ。それにしてもなぜここに龍馬兄さんがいたんだ。俺たちがマカラスに行くことがなぜ白夜側に知られていたんだ。わからないわ。でも用心した方がいい。あなたをよく思っていない者が暗夜王国側にいるのかも。そんなマクベスに決まってんじゃん。お前ら何バカなの。
ミカミックスお兄ちゃん、アクアお姉ちゃん、リーザ、よかった、気がついたのか。私、夢を見てたの。ギュンターが私に話しかけてくる夢。どんな夢だよギュンターは、ギュンター、ミカミックスお兄ちゃんのことずっと気にしていたの。とても寂しそうだった。ギュンター、大丈夫、きっともうすぐ。スースースー、エリーゼ、また眠ってしまったみたいね。ああ、ギュンターの夢か。だがギュンターはあの日無限渓谷に落ちて死んでしまった。エリーゼの夢は所詮夢だ。どれだけ会いたいと願おうとも、もう会えるはずもない。なのになぜこんなに胸が騒ぐんだ、ギュンター。はい、というところで、まあ無事龍馬兄さんをぶっ倒すことができて、第12章これで終了したいと思います。